貢献というのはすごい嬉しいです。ありがとうございます。ありがとうございます。そんな嬉しい気持ち僕たちこんな風にしか表現できませんから、もう下手くそやったんですけど、あの喜んどやなっていうのを見て帰りください。それではありがとうございました。今のすごい楽しかったんで、もう一回行きます。グラーナガサマセ。
まして。ライブやってます。ご覧ください、やっておりますので、もしよかったらライブハウスで、そういったらと思います。ありがとうございます。普段はライブハウスでやってるって言うけど、ひょっとしたら今日の方がおもろいかもわからないですね。だってないもんね、ライブハウスに。こんなもないし、こんなもないし。男の子は行ってたりするけども。まあ、楽しい思い出になりましたね。雨降ってなかったら思い出半減しようと思います。終わってみれば雨降ってるってよかったかなって。皆さんはそれは大変だったかもしれないけども、僕はすごい気持ちいいです。ありがとうございます。ええやんね。それよかったことない。誰か一人気持ちいいやつおったらええやん。気持ちいいやつの顔してるでしょ。それ見て気持ちいい感じになってください。ありがとうございました。これでいつでした。ありがとうございました。僕たちは明日岡山ですけど、またライブハウスでお会いできたら。ああ、明日岡山に。ラスト、明日は晴れますように、ペイントペインという曲を聴いてください。
カメラ切り替えます。はい、ギャップがすごいな。おお、スーシーズの皆さんありがとうございました。すごい、あの人たちアホやろ。いやあれはね、アホですわ。アホやな、いやなりたいね、あんなアホに。僕はね、ちょっとね、芸人がラジオちょっとね、言葉考えてしまいますけども、あれぐらいバカになりたいですね。漫才中は無理やろうな、多分。漫才中はあっこの上登って、イェーイってやっても。まあ、とりあえず、イェーイってやってみる。いや、ほんまにね、僕らもうユーストリーム、テレビなかったら、あれぐらいアホになれるんですけども。いやー、もう会場一体なってたね。走り回ってましたよ、もうステージ見て。今度やったろ俺。漫才中に悔しいわあれ。いや、やりたいなあれは。いや、もう胸騒いだ俺。ええー、なー俺らね、ちょっとこっちで見てたけどな。そうだよ、あっち行きたかったな、正直。ここのブースにね、見てたんですよ。ほんま一体ぐらいですけども、まこっちゃんの俺、ちょっとあ、これまたやってんの今。アンコールちゃんこれ。すごい盛り上がってますよ。多分やってるわ。やってるわ、あの人。すげえ、ぐわーなってる。通信中があれ。どうなってるんですか今。変えるわけがない。あ、もう配信映ってない、そうなんですけども。盛り上がってるな。多分もう今、メインでガンガンなってます。もう完全に、これはアンコール言ってますけども。まあすごいですね。テントの上にね、みんながもう目を疑ったテントの上に登る。登って。あの、尾崎豊とか、銀杏ボーイズのミネタさんぐらいですよ、あの、その。こう登って、それで登ってるのに、まだボーカルがフラフープ始めるから。どっち見たらええねん、これ。ボケに僕をかぶすから。ねえ。すごいなぁ。いやー、すごいよ、これは。めっちゃ盛り上がってるよ、今のとこ。マジで。うわ、ええなぁ。もうね、皆さん、久々に画面戻ってきたけども、はい、キャンバスボーイのこと忘れてませんか、気がついたら後ろももうテント張られております、こちら。もう雨がすごくてですね、もう僕の台本びっちゃびちゃです、もう。びっちゃびちゃ僕の台本。暗くなってなんかちょっと地味になったな。もうね、僕これしか着てないからさ、寒い寒いもう、びっちゃびちゃ濡れてるし。通信中上半身裸やねん。そうやね、びっくりしたのは当初からブリュー一丁のハッピー姿で、うん、雨の中スケートしてましたからね、うん、そうなんで一回落ちましたよね、ステージから。落ちた。大丈夫やったんでしょうか。でも元気にね、あの上を登ってきましたから、テントの上元気なんでしょう。もう楽しいですけども、いやすごいな。警察がサメ撮ってたって。そうそうそうすごいですね。徳島平和や。昔ね、僕らも警官の前で漫才やりましたけども、ね、防犯条例のイベントで30分漫才させられましたけども。徳島平和や。今回は通信中の皆さんも警官の前でアホになりましたね。もう30代手前の人があんだけ暴れて、それを捕まえる警察官がシャメ取ってるもん。徳島県は平和ですわ、もう。平和やね。いや、でも平和や。警察官ももうアホになりたかったんでしょ、今日だけは。もう盛り上がりたかったんでしょ。いやーもう、ええー、な、めっちゃ聞こえるよ、今もう。また、たぶんまたあの曲ですよ。フラフープ回して、まだ登っていくこの曲歌ってるよ。すごいね。さあ、まあ、言うてるうちに、まあ、終了の、本日のすべてのプログラム終了の17時まで、はい、あと一応ね、10分になりました。10分で、はい。はい。じゃあ、終わりましょう。本当にですね、明日はまた最終日でございますよ。うわー、まだあるんすか。まだありますよ。こんな楽しかったのに。まだまだあります、明日も。さあ、明日はですね、最終日の申し物はですね、イベントはですね、はい、エントランスステージではですね、ですわ、朝10時より、はい、アクターズスタジオ徳島校によるステージが行われます。なるほど。
ね、ベイビードールズも多分出てくるかと思います、はい、徳島初のアイドルですね、はい、そして11時と13時半より、はい、体験型阿波踊りにわか連を開催します。なるほど、はい、皆さんで一緒に踊って、阿波踊りを、体験しましょう。来たいよもう。そして12時より総流神マベルショ ということで徳島の三大ヒーロー言ってますけども、ご当地ヒーロー言ってますけども、はい、そのね、一人でございますマベルが、ヒーローショーをするということで、いいね、こちらもぜひ見に来てください。15時から15時からはですね、はい、アニメコスプレショー、おーい、それでまあ街遊びに、はい、この後ゴールデンウィークは街遊びありますので、はい、まあ、それにちなんでと言いますか、皆さんコスプレショー、ただ雨は上がってほしいですね。雨上がらないとこれね、コスプレも大変でございますから。大丈夫でしょ。大丈夫ですかね。大丈夫です。大丈夫ですか。うん、根拠はないけど、はい、大丈夫です。ないんかい、はい、まあまあ晴れることを願いましょう。大丈夫です。さあメインステージではですね、これ朝からですね FM 徳島スペシャルライブ、おー、ゲストの方は気まぐれん、気まぐれん、井出彩香、井出彩香、平井まさる、平井まさる、まさるでいいんですね、大って書いてね、はい、気まぐれん来ますよ。おお、すごいですよ。キャー、すごいね。スペシャルライブが朝からもう行われます。無料公開でしょこれ。そうですよ。すごいすごいすごい。今涼しい日あったけども、明日気まぐれんなどが来ますので。あー、これはこれはみなはれ、嫁はんを七に入れてもみなはれ本当にね、うん、アワジンホールではアワ踊り春舞台がございます、はい、こちらもね各連が、踊っております、演舞しておりますので、はい、ぜひ来て見に行ってください。そして明日のラストを飾るのは、はい、第5回記念大会徳島マラソン2012の完走者を直撃します。直撃、これ最後僕ら締めくくるのは完走者を、はい、ゴールされた方をね、はい、これこそさらにまだ雨は晴れてほしいんですけども、あ、じゃあ徳島マラソンがございますよ、はい、もう募集9000人ぐらいですか、トータル1万人あるんですが、9000人一気にもう予約なんですか、エントリー開始してからすぐ埋まったので、あ、これはねもうたくさんの方が一気に、白鷺大橋からスタートのはずなんですけどね、はい、それも開通するということで、うん、はい、こちら見物でございますよ。ぜひ参加されたランナーの皆様、ここ相葉浜公園エントランス裏側の水際まで お集まりください。はい、ね、まあランナー応援者も全然ね来ていただいて大丈夫ですよ。はい、そして明日もですね物産展&グルメストリート、はい、サンクス、サークル系サンクスプレゼンツ徳島ラーメン博覧会は相葉浜公園で、阿波の伝統工芸芸能体験コーナー、ハンギングバスケット&コンテナガーデンコンテスト、うん、ご成婚広場にて開催しております。こちらもコンテストが、あ、もうメインステージのアナウンスが流れましたね。この通信中も終わりましたね。いよいよ終わったか。はい、風が強くなりそうな気配。いやもうなっとないです。なっとるよ、気配ちゃいます、もうなっております。これアナウンス面白いんですよ、さっきから聞いててね、はい、通信中でした、以上通信中でした。いやギャップってすごいですけど、飛び込むものは全て中の方にと、以上入れておきましょう、このブースのねものも、うん、はい、さあさあまだね、ありますよ、はい、今夜も明日もですね、はい、徳島 LED アートフェスティバル2013ホップ、うん、2013ホップなんですね、うん、18時半から開催します、はい、なのでこの後まだ18時半からですね、会場は徳島市ひょうたん島周辺で行われます。はい、うわすごいですね。もう僕あの震えが今止まらないですね。終わった瞬間これ飛ぶんちゃう。ひょーで。ドリフの落ちみたいな。ずんちゃんちゃんずんちゃんちゃんやね。国内外で活躍中の作家による。はい。はい。ちょっとアナウンスもしましょうか。17時をもちまして2日目を終了とさせていただきます。はい、雨の中、皆様、たくさんの皆様、ご参加いただきまして、ありがとうございます。ありがとうございます。なお、花春フェスタ2012は、明日が最終日となります。うん、皆様のご来場をお待ちしております。あ、全部言われた。
こっち言う前に全部言われた。じゃあもういいです。あなた、あなたの仕事はなくなりましたよ。どうぞ皆様お気をつけてお帰りください。もう一人、まだアナウンスが、はい、17時5時をもちまして終了とさせていただきます、はい、本日のご来場ありがとうございました。では、もちろんね、国内外で活躍中の作家による新しい LED アート作品が、はい、夜の徳島を彩りますよ。ぜひ花あるフェスタの帰り道に、川辺のね、川沿いの方を歩いて楽しんでください、はい、明日もこの会場で盛りだくさんのイベントをご用意しております。皆様のご来場お待ちしております、朝10時から15時今までね、17時、うんね、午後5時まで、花春フェスタでお会いしましょう。はい、わかりました。こちらもね、また郵送配信も朝からしますので、はい、ぜひとも皆さんこちらもチェックの方お願いします。書き込んでくださいね。いやー、2日目は昨日と負けずと踊らず盛り上がったね。いや、下手くそ。締めの下手くそ、うん、ね、まあこんな感じで、ああ、まあ、こちら、郵送をお届けしたのはですね、キャンバスボーイでございます。あ、かぶったな、まだ。くっそー。うんなし芸人やね。どうやった日間、二日目。二日目どうやったどうよ。もうちょい喋っときましょう。どうよ、二日目は。二日目も、いや、もう、テンションアップアップ。あ、もうね、テンションがね、アップアップ、2回言うた。どこが面白かった？いや、でもやっぱ通信中のライブでしょ。なんで面白かった？お前、どういう司会者や。いや、あのアホさ加減いいでしょ。あのアホさ加減。どんなアホさ加減。いや、ええわ。時間かかるわ。さあ、もう一回アナウンス終わってから締めましょうか。はい。いけるかな？さあ。さあ、では。もう一度終わりましょう。明日はこの会場で僕たちが皆様をお待ちしております、うん、以上こちらお届けしたのはキャンパスボーイでした。ありがとうございました。いやー、せーの、キャンパル、キャンパル、明日も頑張ります。はーい、歯磨けよ。はい、どうもありがとうございました。